北大によりますと感染が分かったのは札幌市が昨日道内83人目の感染者として発表した60代の男性です男性は大学の事務局に勤務していて先月22日に咳などの症状を訴え一旦症状は消えたものの今月1日になって全身の倦怠感が出たため病院を受診したところ新型コロナウイルス陽性と判定されていました 北大は症状が出た先月22日以降、男性と学生の濃厚接触はなかったとしていて、勤務先の大学事務局の消毒などを行ったとしています。